ちは。今日は朝起きて一個だけミーティングして、ボブの散歩行ってコーヒー飲んでっていう日でした。ちょっと斜め。じゃあおメイクをしていきます。最近はめでたいことがたくさんあって、アンナの結婚式がありました。本当に素敵な結婚式で、死ぬほど素敵な結婚式だった。泣いたし、アンナが本当に綺麗だった。ドレスも超綺麗だったし、白むくも綺麗だったし、リノは友人代表の手紙も読んだんだけど、もう本当にそれがやばすくて超緊張してたんだけど、もうお酒とかもいっぱい飲んで緊張をほぐしました。でも練習してる時点で、てかもうどうやって書くかとかもあんま知らないんじゃない。初めて書いたし、初めて頼まれたから、なんかいろいろ調べて、アンナと呼ばせていただきますとか、だいたいエピソードは 2、3 個だったかな。で3、4分程度にまとめて、いろいろわかんないこといっぱいあって調べて、けど書きたいことがいっぱいありすぎてまとめるの大変だったんだけど、もう家で読んでる時点で半泣きってか泣いて声震えちゃって、本番やばいなって思ってたけど、本番やばかったですけどちゃんとすごい読みたかったから、多分ちゃんと読めたはず最近肌の調子が結構いいんだけど、ゆずはちゃんのところで韓国肌管理っていうのをやってもらい始めて、もう何回か通ってるんだけど、それからすごい肌の調子が良くて、この間は初めて ICU ピーリングっていう韓国のねメニューだから、すごい、いやまずさ説得力あるじゃない。で韓国のメニューやってもらって、ピーリングだから1日ちょっとだけ、24時間顔洗っちゃいけないとか、汗かいたらいけないとか、乾燥させたらいけないとかあるんだけど、そんなんさできるじゃん。メイクはしても大丈夫だし、ちょっと赤みは出るけど、イルノとかはそんなに出なくて、それをやってもらったらさらに顔がつるんとして、ダウンタイムとかもないから、すごいそれだけで綺麗になれるのが上げすぎて、私はめちゃくちゃ通ってます。韓国行ってやりたいけど怖いからどうなるかわかんないし、詳しいことやっぱりさ、いくらさ通訳がいても詳しいこと聞けないから。とにかくアンナの結婚式が最近の一大イベント。とにかくアンナが綺麗すぎて大優勝。もう本当にうちらにとっても忘れられない一日になりました。このね鼻のね陰影をやるだけでね鼻が高くなるから。結婚式すごい久しぶりに行ったんだけど、やっぱいいなって思った。イリノもいつかやりたいし、やるならアンナに絶対手紙読んでもらいたいと思いました。こっちが一生忘れられないって感じになったさ、今日は髪の毛をさらに赤く染めに行きます。最近マーラータにすごい死ぬほどハマってて、週3ぐらいで食べてるかな。食べ過ぎだけど本当に美味しい。具材をね選んで TikTok のスタンドで自分で好きな具材をボウルに入れて、それで辛さとか麺とか選んで作ってもらうんだけど、本当に美味しい。たらアンナはもっと前からハマってたって言ってた今日はビューラーもしないです。ビューラーしないでもこのマスカラだといけんだよね。もうすぐ友達と韓国に女子旅に行くので、それが楽しみ。それの用意とかも今日は買いに行ったりしよう。韓国でもマーラータン絶対食べたい。あとタトゥーも入れたくて、ちょっと連絡してみる。公式よかったな。最近やっと天気が春っぽくなってきて遅いよね。公式すごかったな。すごくない？コームもビューラーも使わないけどこんな風になるんだよ。なかなかないよね、マスカラ。こういうマスカラ、まつげが上がってる。多分ね、このまつげの上がる原理は絶対に下地にあると思う。カールキープする力が超強いんだけど、そいつがすごすぎてカールも作っちゃうっていう感じだと思うんだよね。さっきホットドッグ食べたらコーヒーと、でも半分こだったからまだお腹空いてる。でここがないね。マジ肌の調子がいい。これ iPhone で撮ってるけどさ、肌綺麗になるとかさ、
そういう機能ないじゃん。行ってくるよ。いってらっしゃい。行ってきまーす。でもリップはこれアンナから結婚式の手紙読んでくれてありがとうってリップペンシルを2本プレゼントしてもらって、お手紙と一緒に。これリップペンシルストリップダウンって色、もう1個もあるんだけど、なんかイリノずっと欲しくて、リップペンシル濃い色の薄いのはいっぱい持ってたんだけど、ピンク系とかでも茶色が欲しくて、それを多分アンナに何かのタイミングで話してたっぽくて、それをアンナが覚えてくれてて、いるのは買ってなくて、それでアンナが買ってくれました。プレゼントのセンスがいい人で、リップはネーミングのリップ3番デューイグロスだって。これを軽くつけてナチュラルな、チークが濃いから唇はちょいナチュ、こんな感じでメイク完成。気持ちいいね。ボブは日向が大好き。もうお散歩したからちょっと疲れたんだよね。かわいいよ。オルゼに着きました。髪の毛染めます。髪の毛染まりました。めっちゃ綺麗に赤くしてもらった。さすが。商品を記入してください。ご利用ありがとうございました。だいぶ暗くなってきたんで、そろそろ行きます。You're the best out of all of them. I read every letter you sent.